はい、こんにちは。日本海獲得津沢です。シャドーガーデン様、ヨッシー224様、トシナガ様、ヤマトケイコ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせて、いただきます。メール党員限定楽しい懇親会開催します。来月です。懇親会ですけれども、まあ、遅れた新年会ってところでしょうか。詳細はメールご覧ください。メールの方からご応募ください。よろしくお願いします。メール党員登録は動画説明欄からお願いいたします。 NHK 未契約割増金を払った方、現在請求されている方探しております。くつざわりょうじ @gmail.com にご連絡ください。よろしくよろしくお願いいたします。お知り合いで、そういう方、ご存知の方、連絡してほしいって、募集してるよ。教えて、もらって、教えて、あげてください。よろしく お願いいたします。埼玉県営秋ヶ瀬公園で、クルド人の祭り、ネウロズ、開催。楽器演奏禁止の公園で、太鼓叩いたり、歌ったり。1月4日。違反の通報があったので使わせない。支援団体ネウロズでは音楽と踊りは一体のものだと反発。1月13日、使用は不許可。支援団体朝日新聞やその他マスゴミを使ってさらに騒ぐ。1月19日、協議の結果音楽を流さないなら許可する。支援団体さらに騒ぐ。1月23日、音楽再生はいいが、録音っていうか楽曲を流すのはいいが楽器演奏しないなら許可する。当初の判断ミスを謝罪する。謝っちゃったよ。外国人相手に謝るってことは今後ずっとたがられて、譲歩させ続けられんのに、知らないんだな。まあ、知ってても、俺あと何年で定年だからいっかなんつってやっちゃったのかな。あとはのとられ、大和じゃない。世論です。すぐ腰砕けになる。集団抗議されるとすぐ撤回。妥協するから敵の思うツボ。埼玉県は規則の恣意的な運用が多すぎる。圧力に簡単に屈する元公務員。楽器が規則違反なことは隠蔽して報じない朝日新聞。朝日は音楽禁止のこと触れてない。じゃあ日本人が同じことしても問題なしだね。外国人相手に譲歩しちゃダメだって。朝日は音楽禁止で不許可だったことを報じてないみたいですね。東京新聞はですね、差別だ、違憲だっていう論調ですけど、14条で規定する差別禁止はですね、日本人限定ですよね。国民は誰しも差別されないですよね。東京新聞読者はそんなこと知らないんでしょうけれども、どうせ新聞の、鵜呑みにして思考停止してんでしょうけど、どうせ、今回不許可にしたり誤ったりと支援団体の標的になったのはですね、埼玉県公園緑地協会だって。これ実は退職した県職員の天下り先です。こんなところに配慮の強要には屈しないであるとか、外国人に譲歩すれば後から際限なく要求してくるなんて知識も気概も信念もあるわけがなく、あと2年で退職だからそれまでつつがなくことなかれ、ぐらいのことしか考えてねえですね多分。前回の祭りではですね、トルコ空軍にミサイル攻撃された実績もあるテロ組織クルド労働者党を称える歌とか歌ってたみたいであります。こいつらが帰国せずに難民申請を繰り返しながらですね、日本にしがみついてるのはテロリストあるいはその仲間だから。では駐日トルコ大使、クルド人を迫害してない議員だっているって断言してたしね。まあテロリストなら別ですよね。捕まって罰せられることを迫害って言ってんじゃないのかこいつらはって疑いありますね。それにしても埼玉県はですね、ギャーギャー騒げばなんとかなるって、証明してしまいましたね。これ甘く見られるよ、今後。今後は埼玉の公園でですね、
爆音鳴らしたかったらですね、まあ音楽再生でも何でもね、クルド人に許可して俺らに許可しないのは差別って言えますよね。なんか管理がガタガタ、管理協会って名前だけど管理できてねえじゃん、全然能なし無能、という感じですかね。川口氏が新たに作成したゴミ出し表示、トルコ語、タガログ語、これフィリピンで使われている言葉、ベトナム語で表記を義務付けだって、あのワンルームのオーナーとかね、オーナーとか世論です。なんでこんなに外国人に配慮しなくちゃいけないんだ、書いても守りはしないよ。川口氏が行う日本人差別、それはね、あの日本語表記がちっちゃくなっちゃうもんね、あのそんなに詰め込んだらね。フィリピン人は英語でいいはずだぞ、書いたところで守らない、知っててルールを無視してんだよ。7年で外国人 1.3 万人増加はすげえよな。外国人ゴミ出しは賃貸契約代行してる支援団体に管理させろ、ゴミ出し守れなかったら追い出すって契約にしろ、最低限の日本語を勉強してから日本に来い、などなど、これ外国人に配慮したものじゃなくてですね、連中がゴミ出しルール守らないからやむを得ずやってることでして、川口みたいにルールで定めたわけじゃないですけど、条例で決めちゃったわけじゃないですけど、ゴミ散乱被害対策で、多言語看板設置は豊島区でもやってました。まあ役所の方でもですね、なんか対策してます感出さないといけないからしゃーなしでやってたんですけどね、知ってて無視する連中なんでダメでしたけどね。豊島区ルール違反見つけたら入管に引き渡すって、このぐらい書いておかないと守らないよあいつら。あとはですね、あの契約代行の会社にですね責任を負わせとかね、どうなってんだよ、お前ら、やってるお前らし、代行した面倒を見た外国人がこんなことしてた、文句言ってね、で営業許可取り消すぞぐらい脅さないとさ、タガログ語いらないんですよね。フィリピン人は日本人よりはるかに英語わかんだし、英語でいいよ。どんどんめちゃくちゃになってくな、川口氏心配ですわ。難民申請2回までの入管法改正でですね、少しは改善するといいんですけどね、埼玉県知事もクルド人に100万円もらって感謝状を送ってる場合じゃないですよね。外国人に対してグダグダの埼玉県と違って筋を通せた群馬県、県立公園群馬の森に設置された朝鮮人慰霊碑について、2004年政治的行事を行わない約束で、県が設置許可、そんな約束守るわけもなく、好き放題に政治的な行事と嘘8億の主張を繰り返すと、2014年設置許可を取り消す、県が決定、支援団体が提訴し裁判で争っていたけれども最高裁で敗訴しました。支援団体側が、管理団体側っていうのかな、群馬県が管理団体に代わって撤去を代執行することになりました。管理団体がやれって言われてもやんねがったからね、撤去費用約3000万円は管理団体に請求するって、ブワハハハハ、正義はたまに勝つって感じですけれども、世論です、群馬県も頑張れ、無許可の設置じゃしゃあない、これ払わなかったら団体の資産差し押さえろ、高くついたな間抜け、撤去費用3000万円って高くない？いいねで計算はお役所あるある、支援団体に約束を守る概念がないのがやばい、約束守ってた方がマシだったと後悔させろ、団体幹部の資材押収でどうせ素直に払わないから利息も取れ、団体は解散して逃亡するだろうから個人名を押さえておけよと、何の慰霊碑か知んないっすけど、県の公園に次々とね外国人が慰霊碑建てさせろって言ってきたらどうすんのって話、一律禁止した方がいいよ、政治的行事しないならなんて甘いこと言ってると中国人もベトナム人もネパール人もミャンマー人も建てさせろって言ってきたら大変ですよ。約束守らない、守る気が始めからないのはあいつらの得意技ですよね。なんせ条約も守らない、協定も合意も守らないんだからね、日韓併合までは半島には嘘を意味する単語がなかったってご存知ですか皆さん、嘘っていう単語なかったんで、つまり半島はですね、かつて嘘の概念がなかったんですよね、法律もない、法治もルールも
適当だったからそれでもやっていけたんだろうと推測しますけどね。何に対して嘘を言うかなんていうのが決まってなかったらね、適当だったから法律もルールも、団体解散で幹部逃亡、これありそうですね。幹部の資材を押さえておくべきだな、口座とか、撤去しろって判決に従わないとどうなるかっていう見せしめにするべきです。自民議員46人が所属する岸田派宏池会が正式に解散を発表。66年の歴史に幕と、所属議員からは反対意見は出なかった。ネットは何も変わらんと冷ややかです。世論です。今後は岸田政策集団になります。ほとぼりが冷めたらまたね。これで解決しようしたことにしようとしてないか。もう自民党解散しちゃえよ。総裁選がある限り派閥はなくならないだろうな。別な形で似たような組織になる流れしか見えないんだが、勉強会はどうやっても生き残るが金を集めたりはしなくなるんだろうと、岸田勉強会作ってですねそこで集金とか配分始めたら、まあ派閥ですよね。そんなことよりですね、秘書側で逃げられないような、報告書の修正で逃げられないような法改正が必要なんですけど、それは決してしたくないと、派閥の解散で、勘弁してってとこですかね。さらに岸田総理、官民一体となって賃上げし、可処分所得が増える状況を夏までに作ると国会答弁でありました。世論です。少しだけ減税したらいいから簡単だね。とりあえず社会保険や年金の負担を下げてよ。増えたら増えたで増税すんでしょ。議員の裏金増やすの間違いでは、大企業と公務員は上がり、それ以外は下がる。夏まで総理続ける気か。企業がやる賃上げを政府がコントロールできんの。まあ公務員の給料を上げるのは実行可能ですわね。民間の給料を上げるのはどうすんだろうね。お願い案議やでもすんでしょうか。NHK を民営化するやつね、簡単に年間2万円、3万円弱ぐらい可処分所得増えますけど、これを総理に進言するやついないのかな。あとは組合加入を強制してる労働組合を厳しく罰すとかね。組合費もピンキリなんですけど、2500円から5000円っていうとこが相場じゃないでしょうか。部長とかになっちゃうと5000取られるなんていう労働組合あるみたいであります。これで、年間3万円から6万円の可処分所得増やせますね。知り合いでですね、スーパーのパートなのに組合加入しないと働けないよみたいなこと言われて、たまげたことあります。こういう団体許せませんね。あと私の動画の視聴者にはいないでしょうけど、新聞やめたら年間5万円ぐらい浮きますよ。テレビも捨てましょう。テレビあるとつい必要ないもので買っちゃうんだから。CM ばっかでこれ買うこれ買って、連呼だもんね。テレビは必ず、テレビでこうですよこうですよだからこれ買えっていうのがついてもありますから、バカになるし、必要な報道されないしね。その他のニュース、自民党松川るい、エッフェル姉さんですね。裏金、204万円が事務所に保管してあった。全然知らんかった。お前もかって話なんですけど、秘書と事務員と金の管理ができない無能には政治を任せられませんな。経団連会長ら財界人180名が、4年ぶりに訪中、コロナでストップしてたみたいであります。断言しますけど、ろくなことになりません。どうせバカな約束して帰ってくるに決まってますよ。特に情弱中の情弱の徳良会長、日本人ノービザ復活などをお願いに行くそうなんですけど、普通の日本人、中国になんか行かねえわ、中国に行こうとも思わねえ、ノービザ復活して、言ったら代わりに何くれるんだってなるに決まってますよ。こいつらのバカな行為の代償は株主が被ることになりますけどね。大阪府万博の次は F1 誘致を目指すと正式に発表。なんか暴走気味なんですけど、国家イベントやると美味しい思いできるって知っちゃったんですかね、これ。大阪五輪、次目指すんじゃない、誘致。
大阪より前に首都高へ不安でしょう。まあ、狭くて無理かもしれないけどね。スーパーの売り上げが4年連続増加だそうであります。みんな貧乏になって自炊が増えたとか、コロナで自炊が増えたとか、買う量は変わらないですけど、値段上がったから総額が増えちゃったとか、などなどの理由と思われます。昨年のラーメン店、休廃業、件数が過去最高だったそうであります。ネットではいろんな意見がありましたけど、最大の理由は団塊経営者の引退じゃないかな。来年も再来年もですね、個人営業、団塊世代の経営者の個人店ってやたら多いから、まあ、お寿司屋さんとかとんかつ屋さんとか蕎麦屋さんとか休廃業は増えると思われますね。人口減少も止められないし、ゆっくりと需要も減少していくんでしょうから、まあ、自然な流れだなって思います。23年のテレビ出荷台数は22年の 10.1% 減少。物価高だからかななんて記事には書いてありましたけど、違うよね。皆さんテレビから離れた、捨てた、あるいは一人暮らし開始、大学になって一人暮らし開始とかでも、初めからテレビ買わないってことでしょ。モニター買って。だからだってテレビやっと NHK 来るし、NHK 税払わないといけないし、見てるとバカになるしで、いいことなんもないですもんね。元ウクライナ人の帰化日本人。これなんて読むの？シーノさんですかね。シーノさんでいいですかね。カロリーナさんがミス日本に輝き、物議を醸すと。血統的にはですね、純粋なウクライナ人なんだって。日本人の血一滴も入ってない。日本国籍あるから問題ないって、運営は言ってるそうなんですけど、私はですね、日本は超固体、主義者なんで、これは受け入れられませんね。日本人の血が入ってないんで、我々の親戚じゃないですもんね。母親が日本人の小野田君参議院議員はもちろん OK であります。我々の親戚です。機械一生で国盛から立候補したエズスさんつったかなとですね、自民が両立したですね、機械人のエル・アルフィアってやつは日本人の血が全然入ってないから我々の親戚ではありません。なのでちょっとこれ受け入れられないな。ねえ、ミス日本で、日本国籍あっからって言ったって、そりゃないんじゃないの、ミス日本人。ミス日本って、ミス日本人のことじゃなかったの。血統的、血統主義なのかな、私は。まあそうでしょうね、全員親戚の超個体であるっていう主義者ですからね。というわけで、メール党員さん限定、懇親会、楽しいよ。ご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。